どころたくさん。立ち上がり1回の表2アウト1塁3塁といきなり武田がピンチを迎えます。そよぎショートゴロ、ここは本当に粘りのピッチングでしたよね。これ重要でしたね、立ち上がりでしたからね、はいはい。さあ1回の裏バリントンを攻めてワンアウト1塁2塁として4番の中田、しかしここはショートゴロに打ち取られましてダブルプレー。最初の先制のチャンスはものにすることができませんでした。3回の表カープワンアウト1塁、丸空振り、そして大野のこの送球、これ素晴らしかったですね。これも助かりましたね、菊池の盗塁を刺しました。3回の、まあ、この辺が本当にそういう意味では武田を助けたのがバッテリーということが言えるんでしょう。さあそして3回の裏2アウト2塁から稲葉のこの当たり、難しいボールうまく打ちましたよね。そうでしたね。これで1点先制です。さらに2アウト、アブレイユ、アブレイユも逆に打ちました。ライト前のタイムリーヒットでこれで稲葉かえって2点目、2対0としました。4回の表2アウト3塁です。ここで6番の相澤、相澤のセンター前のタイムリーヒット、これで1点を返します広島。まあ、この辺りが辛抱の試合、まあ、点の取り合いということになっているわけですが、5回の表です。この回も2アウト1塁3塁、広瀬のこの当たり、これよく取りました。まあね、これね、だから月もありましたね。ああなるほど、うん、ちょっと抜けてれば1点というところだったんですが、さあ6回にも2アウト1塁から堂林のショートゴロ、これ大引き軽快にさばきました。さすがです。守りがやっぱりしっかりしてますよね。はい。で7回には矢吹がマウンドに上がりました。2アウト2塁から丸空振りの三振、矢吹は今日も良かったですね。良かったですね。はい。バリントンも変わって今井です。そして7回の裏2アウト3塁、ここで中田力で持っていきました。レフトにタイムリーヒット、これで3点目、3対1。今日はこれで楽勝かと思ったんですけど、8回の表には増井がマウンドに上がりました。4番のエルドレッドはストレートで空振りの三振。増井も今日も素晴らしいピッチング、そよぎをショートゴロに打ち取ります。これで9回、2点差で武田久志に託すということになるわけですが、その武田久志が相澤にこれ高めに浮いたところ持ってかれました。第2号のソロホームラン、3対2。これでちょっとわからなくなってきました。で代打構成などもありまして2アウト満塁となります。しびれましたね。しかもフルカウント。そうなんです。このカウントで広瀬、外のストレートでしたか、打って最後のボールは大引きから稲葉にウィニングボールが渡されました。ほっとした表情の武田久志です。いやでもあのフルカウントまでって最後の武田久志の精神力ですか。いやさすがですよ。